マキシミリアのアール・ラミレスは、ベネズエラ・バルキシメト出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。メキシカンリーグのサルティー・オ・サラペ・メーカーズ所属。2002年10月1日にアトランタ・ブレーブスと契約。2006年7月20日に、ボブ・ウィックマンとのトレードで、クリーブランド・インディアンズへ移籍。2007年7月27日に、ケニー・ロフトンとのトレードで、 テキサスレンジャーズへ移籍。オフの11月19日にレンジャーズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2008年3月10日に AA、Q、フリスコラフライダーズへ移動し開幕を AA、Q、で迎えた。6月21日にメジャーへ昇格し7月22日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。6番一塁手でスタメン起用されたが サンダスームアンダに三振と結果を残せず途中、交代となった。7月27日に、トリプル A 級オクラホマレッドホークスへ降格。9月15日に最初を浮した。この年は17試合に出場し、日本類打球打点、打率、217だった。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のベネズエラ代表に選出された。 3月26日にトリプル A 級オクラホマシティへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。5月1日にメジャーへ昇格したものの、出番のないまま5月4日にトリプル A 級へ降格した。この年はトリプル A 級で76試合に出場し、5本類打43打点1盗塁、打率234だった。2010年3月4日に、 レンジャーズと一年契約に合意。4月1日にトリプル A 級オクラホマシティへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。4月27日に不調でマイナーへ降格した3番手保守のテイラー・ティー・ガーデンと入れ替わる形でメジャーへ昇格。7月2日にトリプル A 級へ降格した。この年は28試合に出場し、二本類打8打点、打率。 217だった。2011年1月5日にボストンレッドソックスへ、ウェーバーで移籍。しかし、1月10日にシカゴカブスへ、ウェーバーで、再び移籍した。5月6日に解雇され、5月10日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結ぶが、6月16日に解雇された。6月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶ。 11月2日に FA となり12月13日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ2012年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズ110試合に出場し17本塁打77打点打率300だった10月13日にロイヤルズとマイナー契約で再契約した2013年は トリプル A 級オマハで115試合に出場し、9本類が55打点、打率263だった。11月5日に FA となり、11月8日にシンシナテキレッツとマイナー契約を結んだ。2014年はトリプル A 級ルイビルバッツで開幕を迎え、20試合に出場していたが、打率が192と結果を残せず、5月22日に、 放出された。5月28日にフルス・ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2015年はメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約。7月14日にフレディガルシアとのトレードでタバスコ・キャトルメンに移籍。2016年はメキシカンリーグのレイノサ・ブロンコスと契約。5月18日にトレードでティフ・アナブルズに移籍するが6月13日に解雇と なる、ありがとうございます。